はい、どうもゆうたです。今回はなんと二輪、車じゃなくてバイクでサーキット来ました。しかも恵比寿サーキットでね。恵比寿サーキットって車でも走ったことないんで、ちょっとまさか二輪でね恵比寿サーキットデビューするとは。今回はね、僕の動画見ていただいている方は分かるんですけど、 DC2 で3人で買って乗ったメンバー、カン君と、スーちゃん3人でこのバイクたちで今日は来てます。まあ恵比寿サーキットさんもちょっとついこの前被災されてしまったんでね、まあ復興支援という感じでちょっと今回はね走りに来てるんですけど、まあ早くね車でもちょっと走りたいなっていう気持ちです。はい、あ、そうそう、で二輪でサーキット来るのは昔に桶川サーキットで1回だけ走ったことあって、それっきりなんで、で二輪であんまり攻めるっていう走るっていうこともしないんで、ちょっとまあ事故らない程度に楽しみたいと思います。雨降ってますけど大丈夫ですか？何の問題もないです。雨男ですから。いやー、恵比寿サーキットさ、初めて来たんだけど、勾配がすごいね。これずーっと下り、1コーナーまでずっと下りかと思ったら、この辺ぐらいからもう平坦になって、あそこから上りになってるっていう、初めてだわ。走ってきたんですけど、この雨でちょっと全然ダメでしたね。
くちょっとちゃんと走れたわ。まだまだ全然いける。727中級クラスなんですけど4番手です。一番速い人が19秒046なんで、ちょっとね3本目2本目雨で走んなかったんで、1本目もなんかちょっとクーリング ツーリング気分で走っただけだったんで、ちょっと次はねガチアタック決めたいと思いますよ。いやでもレインタイヤ初めて履いたんですけど、あのねめちゃくちゃドライのように食う、あのウェットでも食ってもうなんかこうピッチが出ちゃうぐらいブルブルするぐらい食う、最高です。あの愛車の VTR ではまだアタックできないので、アタック VTR も乗りたいんですけど R6 もちょっと乗りたいんで、欲張りなんでちょっとこの、 あの天気次第で、あ雨がね晴れ男なのにな、ウェットなんですよね。っていう感じです。雨の中のウェット状態での4本目ですけど、1分18秒281でなんとねトップになっちゃいました。イエイ。